よし、すげえ、ギリギリじゃない。間に合ってない。2023年5月12日、もう日付変わって52分ですよ。12時。本当はね、これ5分前ぐらいから重要なソフトは起動して、そっから雑談して、開封の儀みたいなのしてたのに、もう大人になったんですよ、僕は。こんだけ息上がってるし、こんだけ、落ち着いてるわけじゃないですか。つまり、ブレスオブザワイルドから6年も経てば、それは大人になるという話で、仕事が入るのよ。ただね、まあ、しょうがない。それ大人やでしゃあないんやけど、ピクミン4の時はもう電源絶対切っとこうと思います。電源っていう言い方がもう大人やな。ブラウザ立ち上げとかないでおこうと思ってますけども、しゃあない。もう一個答えてないのもまだあるんやけど、もうさせてよ。っていうか、なんで？みんな知らんの？今日ゼルダの発売日って。いや、知ってるはず。だってツイッターのトレンドに載ってたもん。その話にもつながっていきます。あ、もう先に雑談しちゃおっか。ごめんなさいね。こういう雑談で今回行きますよって話で、ちょっと先に雑談しちゃいますね。ちょっと待ってね。雑談の準備にどんだけ時間かかってるねって話なんですけれども、雑談の準備にね。この20時間前に僕はこのツイートをしてたんですね。ちょっと待って、どうやって開くのこれ。あれ、俺やっぱ、大人になってるな。歳じゃなくて。あ、怖い怖い怖い。これね、昨日ね、夜中に急にこのゼルダので熱が盛り上がってきて、なんかそれまでやっぱピクミン4が頭にあるのと大人になって落ち着いていたんですよ。あと物欲が最近なくて。でも見たらもう全部欲しくなって、昨日俺2万ぐらい使ってます、ネットで。急に、夜中に。その中の1個がアミーボですけど、アミーボがなんかもう5000、4500円なんか高くなっててさ、もういいわと思って、もう大人やしと思って買ったりとかしてたんですけども、そこにアフィリエイトのリンクとか貼ってたんですけど、予約しましたって、リコさんも遅かったなって、リコさんとユキさんがするっていうのは知ってたんです。で、遅かったなと思ったけど、ポチったのって聞いたら、いや、そこのリンクは経てませんって、なんでそこは経ないのって、僕せっかくブログ書いたのに、アフィリエイト収入入らんやんっていう話をして、そこはどうでもいいわ、この話いきなりそれてるやん。でも、それなのに僕のキーホルダー買ってくれてありがとうっていう話、どんどんそれるんですけども、アフィリエイトの方がリスク少ないよと思うんですけども、まあ、そこはいいとして、リコさんも買うということで、一緒に冒険できますねって言って、で、一番僕が今回さ、やっぱ冒険にこの、重い年の腰を、上げさせていただいたのがゆきさんだったかなと思います。ゆきさんはずっと、まあ、ピクミン4もこれからそうですけども、宣伝番長みたいになってて、発売日いつですみたいなツイートをちょくちょく見まして、で、このすごい昨日とかも、昨日っていうか日付変わる前とかも、もうなんかカウントダウンみたいなの始めてて、そのモチベーションで僕もモチベーションを保てて、実際このブログを書いたところもあったんですけれども、それなのにこのゆきさんは、発売と同時ソフトだけじゃなくて、アミーボソフトなし特典のみ予約してたようなっていう大人さ、わかる？この、何予約したかわからない。こっからここまで全部ちょうだいみたいな、その大人さが出ちゃってますっていうのと、返事はしてます、そういうの。とは、これね、明日届くかどうかで判定する感じですって。注文履歴見ればいいのにっていう、その大人さね、っていうのもありますね。うん、何言ってるか分かります？僕、一発勝負で話してます。すいません。私は逆に昔の方が特典とかアミーボ興味なかったんだけどなって書いてある。僕のブログには昔の方が興味あったって書いてあったんですね。僕、いろんなこと書いたけど、ここだけ触れてくれたらと思いまして、ありがとうございます。昔の方が特典とか興味なかったのに、今は買ってくれて、この2人は僕のこのキーホルダーを買ってくれてるのに、アミーボ、あれ？アミーボは今も買ってるんか、だから。リコさんから買ってねえの？買いなさい。クリックしてってことで、話がそれる。で、まあ、このお二方は僕の近くの中では買うって僕は知ってるから、一緒にこのエクスプロ、つまり探検できるなと思うんですけど、なんでエクスプロという言い方したかっていうと、そのピクミンブルームで僕はそのエクスプロ T シャツというのが発売されたんで、発売っていうかね、配信されたんですね。で、その悩んで、日本語をさ、調べる動画があるんで、ぜひ見ていただけたらありがたいんですけれども、それ探検って書いてあったんです。だから僕は探検雑談、だから雑談エクスプローというのをテーマにしていこうと思います。っていうのも、こういう RPG とかって何喋っていいかわからなくて、確か夢島では僕恋愛相談乗りますよって言って、誰からも返事があったっていうことがあったんですけども あれ面白かったな。ハートの器はそこですよっていう返事だけ来て、ありがとうございましたって思ってたんですけれども、こんなにいっぱい喋るのも、これも経てきてまして、これはでも暴言しながらしゃ、いや、ちょっと喋っちゃおう。そもそも僕がこの声を出すようになったのは、ブレス・オブ・ザ・ワイルドからやったと思うんです。しかも2、3個動画をスイッチで撮ってあげて、やっとスイッチでできるわと思ったら、
声出してくださいって言ってくださる視聴者さんがいたんです。アンマンさんっていうね、今でも名前は忘れてません。さあ、その時の声出せる環境が確か Wii U しかなかったのかな。だから僕は Wii U に戻してもう一回最初からやり直したという記憶がありますね。だから Wii U で僕は喋ってるはず。でも僕って喋れるんやっていうことが初めて分かったかな、あれ。ちょっと記憶違ったらごめんなさい。でもその辺です。でそのきっかけを与えてくれたから今のこのゆきさんとりこさんが一緒にできるっていうところまで、僕の話を聞いてからフレンド、あの視聴者さんになってくれたっていう人の自信へつながってるんですね。この自信の話も後から自信でつながりますけれども、その時の視聴者さんアンマンさんのおかげでここの場を借りて、今はもう見てないかもしれないですけど、まあ僕もアンマンさんも6歳年取ってますからね、もう大人になってるかもしれませんから見てないかもしれませんけど、この場を借りてお礼をしたいのと、いつもお礼してるんですけどね、いろんな動画で感謝の木とかで、他にはあの2人いまして、ソラヨルさん、ソラヨさん、空によると書いてソラヨさんと黒猫さん、ちょっと待って、黒夢みたいになるな、ソラヨルと混ざると、ソラヨさんと黒猫さんがいて、そのお二方は多分女性なんですけれども、ソラヨさんは、まず黒猫さんはピクミン3を見てすごいなんかピクミンのことを褒めてくれたのに、ゼルダはもうめっちゃ下手やからさ、僕あのいろいろこう教えてくれて、ライネルの動画を上げてくれたのを見たら、女子高生だと思うんですけど、そんなかだと思うっていうのは、あの動画僕見に行ってます、その人の気持ち悪いことに。そしたらなんか映ってた雰囲気が女子高生やったんですけど、なんか 犬か猫と遊んでる時の、あ犬やな、あそっか黒猫さんなのに犬やなって言ってたんだっけ、まあいいわ、 そんな話どうでもいいよね、ごめんなさい。その人がライネルがすっごいボコボコに倒してたのを、ライネルをめっちゃボコボコに倒してたのが印象的だったのと、あとはね、ソラヨルさんはね、僕3時間ぐらいの動画とか出してたと思えて、普通に、しかも何にも話してないし喋れんし、慣れてないのもあって、今よりおっさんじゃないし、だからわけわからん動画になってたと思うのに、すごい楽しみにしてたんですって言って、例えばこれ例ね、今みたいな時間にこうポンって3時間の動画を上げると寝れんくなったじゃないですかって徹夜してくれてたんですよ。で徹夜した後のコメントが、次の日の朝の僕の打ち合わせのプロジェクターに僕のノートパソコンの中の Chrome の通知で、今はそんな通知 Chrome にないかもしれんけど、コメント来たら通知がアプリみたいに来てたんですね。その時にソラヨル冒険見ましたみたいなの画面に映ってるっていう状態が、あれが僕は仕事がゲームでも、仕事の画面に映ってたけど、ゲームの方が大切だぞって自信を持てた瞬間でした。さっきから自信自信言ってるんやけど、自信が今日あったんですよ。東京千葉の方と北海道でも夜あったんです。この2つがね、ピクミンブルームから僕がね的中しちゃってるんですよ。ちょっと待ってください、それ出しますね。これは的中って言うと、その僕がなんか予言したみたいでなんか違うんですけど、そうじゃなくて、そういうのがあるんです。でそれで僕はここで、あごめん話どこや、これ5月5日の僕の家の近くの石川県で地震があってさ、でっかい、その日に僕はこのピクミンブルームで、これちゃんとゼルダの話につながりますからすいません、ピクミンブルームで今日地震があって怖かったけど、次は北海道と東京と富士山、まあ他にもあるんですけども、もうどこでも備えてくださいみたいなのをツイートしてたところ本当に今日東京と北海道で、これからまだ1週間も経ってないのにあってたのが、ここのゼルダのここに並ぶっていう、多分南海トラフとか、さっきはこう地震多すぎとかいろんなトレンドがあったんで、ゼルダのティアキンと地震多すぎがすごいトレンドに並ぶような日に今日たまたまなったんですね。それなのにこの人はなんか炙り寿司美味しそうとか言ってるんですけれども、そんなことじゃない、この人の地域やろ、そういえば大丈夫でしたか、笑い事じゃないやって。これね、何かっていうと、ピクミンブルームもバーチャルな世界、そしてゼルダもバーチャルな世界なんです、任天堂の人が作った。でさっきのブログにも書いたけど、任天堂の人っていうのは本当に僕たちにバーチャルな世界を与えてくれてるプロフェッショナルなんですよね。でそこにどっぷりと入り込めるということをいただいてる、その中で厄災の退治に行くわけです。僕は今から厄災の、これはピクミンブルームやっててもそうなんですけど、どっちがリアルの社会か分からなくなってくるんですね。だからリアルの社会の地震から気をつけましょうよというのを同時に、ピクミンブルームのエクスプローという T シャツを着て進めていきたいというテーマを持つことが6年越しの僕はできるよって、その人たちに、なんでゼルダ姫出てきた、ここに今ゼルダ姫出てきた今、その人の黒猫さん、アンマンさん、ソラヨさんにも言いたい。そのところはもうテーマも何もなかった。今回のテーマは僕それです、厄災をね、リアルの社会も、
そして任天堂が与えてくれたどっちがリアルかわからないバーチャルの世界でも倒しに行きましょう。その時は雑談をしながら皆さんと一緒に冒険できたらいいなっていうふうに思ってます。これ雑談だけで10分、すいません、ちょっと止めます。つまりリアルの社会もゼルダの世界もどっちがリアルか分かりません。もうピクミン4もやりたいし、ピクミンブルームもリアルやし、そういうところも全部その厄災を皆さんと乗り越えていけるように6年後大人になって、このチャンネルも成長させていただけたよという話にもつなげたかったんやけど、つながってねえか。でも本当にごめん、不謹慎かもしれないです、今日ゲームをこんな風に楽しんでることが。だってね、2つも地震あったんやから。でそれをちょっとね、どうやろう、難しい、言い方難しい、ごめん。はい、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ、不謹慎じゃないようにこうあえて言っていきたいんですよね。うまく言えんか。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、これキングダムって何、キングダムの方が分からんのかい大人じゃないやん。あ、左下のロード画面、懐かしい、覚えてるかもしれん。違ったかな。ティアーズって涙オブ、あ、涙、あれ俺分からん英語、俺分からんのや。濃くなってきましたね。ブレスオブザワールドってどういう意味やったっけ。あ、もういいわ。いえ、一言目見逃してる、一言目見逃してる。いやでも1時間も遅れましたけれども、ピクミン4の時は最初からやっていきたいって言ったっけ。1時間ぐらい前から正座してると思いますけど、地下の洞窟が本当に深いようです。気をつけていきましょう。はいはい、わかりました。ゼルダっていうかもうソラヨです、僕の中では。ソラヨさん見てるかな。僕本当にソラヨさんのおかげで、あ、さっき言ったっけな、3時間の見て、いや面白いですって言ったなんて。僕ね、今はねありがたいことにたくさん見てくれてる人いるんですけど、その時に初めて、僕人生で初めて動画で話を面白いって言ってもらえた時なんです。もう見てないやろ、もう6年経ってるでな。話せるんやこれ、ソラヨさん、これソラヤさんと呼ぼう、これから。あ、なんか思い出してきた、あの昔の100年前の人の中の女の人を僕彼女って呼んでたっけ。なんかそんなんあったな。僕の再生リスト見なくていいけどさ、でもソラヨさんのコメントあるかもしれない、見て。僕が見ろよな。ハイラル城の地下にこの場所があったなんて。僕のゼルダ本当下手なんですよ、すいません。ハートめっちゃあるな。でも操作説明ある、ちょっと待って。いいねこの音、懐かしいな。押し込みがしゃがむってあったっけ。前までも、前までの間青に書いてあるんかな。オプション、特殊アクション、オプション、オプション、オプション、アミーボ、アミーボの話したっけ、さっき高いのに買ったって。うん、まだ届いてないんですけどもね。これは反転なんですよね、僕はね、多分ね。この反転設定がいつも最近一番上にあるのが嬉しいな。この辺は OK です。ジャンプあるんや。うん、下押すと上、あ、合ってる、反転してる、これちょっと自分でもどっちか分からんぐらい年取ってるわ、6年も。これね、僕ね動画いつも編集する、あ、もう喋らんとこ。体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが。そうなん。それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です、リンク。早く原因を突き止めましょう。ソラヨさんいるかな、まだ。これね、いつの時代なの、俺ストーリー覚えてない。100年前と100年後ってどっちが何やったっけ。その100年前にいたのが4人のなんか四天王みたいな、四天王じゃないな、なんて言うんだっけあれ、もう全部忘れてるやん。お、緑色のやつもでかい。あ、てかマックス状態や、これだから100年前なんかな。前提知識なさすぎてごめん。どうやってやるんだっけこれ。こんなとこ今やらんでいいか。あれ、ほんとや、ジャンプある。ジャンプなんてなかったよね昔。いつからブレス・オブ・ザ・ワイルドあった、ジャンプ。あ、そう。
王様がブレスオブザイドの最初に出てきたのを覚えてますね。はい、そうか、リンクは喋らんのよね、ドラクエの勇者と一緒で。入らるの遅った。ここで厄災、この話をしたかったんです。さっき厄災っていうのは絶対あるから封印しないといけないです、僕らで。わかる？リアル社会もバーチャルも。もう何言ってるかわからないよね、このチャンネル。まあいいわ。よし、剣を振る。おお、こんなんやったっけ。俺一応だ DLC も全部クリアはしたんですけどね、前のやつ。下押すと上でいいな。調べる。何があった、何があった、何があった。ゾナウ文明。あ、そっか、僕さっきのブログにも書いたけど、サイトを見てさ、なんか若返ったって書いてるんですけども、モチベが上がったとか書いてるんですけども、今の視聴者さんにモチベ上げさせていただいてるっていうのをさっき褒めたっけ。褒めるって言い方あれやけど、言ったの忘れたけど、結局僕今日忙しくて見れてなかった。まあだからストーリー全くわからん、覚えてない状態で始めてます。やはりここにあるものは私のゾナウについての知識が集まる。そうなんや。ゼルダってさ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドからそうやけどさ、何インスタ、何これ。あ、スイッチ持ってる。 Wii U やったよな、あの時は。あれ、俺カメラアングル下で上って違ったかもしれん。なんか今やりづらい。あれ、反転が反転してない最近。写真撮ってるやん、スイッチで。Wii U やったな、あの時はね。ごめんなさいね、ちょっと待ってね。僕この反転のオフが反転なんじゃない、最近のゲーム。上押すと上映るやん。そういう意味じゃないんか。こっちの方がやりやすいもん、やっぱ。ごめんなさい、設定デフォルトやったわ、僕。何年も間違えてたかもしれん。何年も最近のゲーム間違えてやってたわ。おっと、もういるの。全然倒せます、ね、倒せます。大丈夫でしたか、リンク。この壁画は。はい、壁画。さっき2つのって言ったのはフォントが2つあるんて。ゼルダって昔のゼルダの伝説っていう書き方なんです、あれ。ディスクシステムの時から。でもその下は全部斜めになってるやつなんです、車体みたいな。あの車体がなんでこれに合うんかなってずっと思ってました。昨日もブレス・オブ・ザ・ワイルドの時もそうやって思ってたなと思いながら。はい、人と魔法の世界、大戦争が。はい、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。何が。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。あ、私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし、神の一族と結ばれ生まれたと言われています。
この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とはソナー族。その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。やっぱそうか。しかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい。やはりこれは古文書に記されていた大戦争。なんであれが魔王に見えるのかっていうのは、その偏見ですよね。だから全容が描かれた壁画、偏見やっぱあるな、やっぱハイラル人にも。はい、これは大発見です。そうですか。見た目ででも決めてましたけども。これはフルアが作ってくれたのですが、スイッチやん。買ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。がっつりスイッチやな。この先は埋もれていて見られませんね。すごいな、スイッチって2つも出てるのよな、ゼルダが。ウィーもそっか、キューブと一緒に出て、その後にスカイウォードが出たのか。答えはこの先にあるように思います。黄昏の黄昏、何だっけ、リンク、トワイライトプリンセスか。そこだけ訳せるやん俺。でもティアーズオブキングダムの意味がわからん。王国の涙ですか。え、オブザキ、うん、王国の涙か。なるほどね。僕もそう思ってたんですよ。だってそうじゃないとさ、ハイラル人も人類も生まれるわけがないと思うんですよね。僕もそう思ってたんです。聞いてますか、聞いてますか。このやり方でいいの俺。こんなもんもつけクリアまでこの話俺。FF7 の時俺持たんかったで、あれ途中の洞窟で二人の女性、え、なエアリスとティファニー同時に喋られて、橋渡ってる時に喧嘩し始めて、そんなとこで言わんといてやと思って、もう橋から落ちるなんて、あの時しか喋れんかった。これ喋っていけるか、こんなとこでずっとこの人に。聞いてますかって、どうやって喋っていくのこれ実況って。俺ほんとやっぱだからね、ほんとにソラヨルさんに僕自信を持たせてもらったんです。絶対面白くないはずないって、僕の実況なんて絶対に。なのになんで面白いって言ってくれたやろって、仕事なんていいわと思ったよね本当に。あれ見てないかな、ソラヨルさん。もうええんか、ソラヨルさんにちょっと感謝を伝えたいな。僕デフォルトは絶対カメラアングル、何が逆やって。でも昔の録音とかってさ、絶対逆にしないできんかったんですけど。そんなことない、聞いてますゼルダ姫、僕の話聞いてますゼルダ姫。ゼルダ姫じゃない、もうソラヨルさんと呼ぶこの人、ソラヨルさん。やべ、音楽やばくなってきてますけど、行くんですか、大丈夫ですか。その紫色の煙増えてきてますけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。じゃあちょっと喋ります、大丈夫ですか。本当に終わろうな。あ、そっちの高鳴り、好奇心旺盛やな。好奇心旺盛な子の方を守りたくはなります、確かに。はい、まあ、やっぱ嫌やなそれ。でもまあしゃあない、姫やし。よし、はい、会話ログを見せてやった。ちょっと待ってもらえるのこんなとこで。なんで臆病すぎるやろ、こんなとこで。またハートいっぱいあるんで頑張ろう、行こう、ハートいっぱいあるし、行こう行こう行こう。臆病になる人はマスターソードも持ってるし。はいはい、え、もう戦うの、戦うの、いけるかな。肩痛えけどな、6年前と違って肩が痛えけど。100年前かこれ、僕のこれ、いつの世界や、これゼルダ姫100年前の戦い、お100年前の封印をゼルダがして、そっから100年後にゼルダと出会って、英傑や、思い出した、英傑の力を借りてみたいな話でしたよね。英傑側の話ですかこれ。
英傑の時代の話もなんかゲームで出てた。なになに、ごめんこんな話してて。お、え、だからね、僕さっきから言ってるように厄災を地震に例えていきたいと思います。終わらんねって、何回もあるやろ地震とかって、何回も何回もループするんって。ごめん喋りすぎて、重要なところで。ハート、今日ねプラチナコインで買えれるハートの器を3個買いました。900、送料550円やったから今日買いました。それなんで今日買ったっていうと、昨日のブログ書いてるうちに僕は物欲が増えて買いました。5月末に届く予定です。はい、タイマの剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。なんかめちゃくちゃやりたいゲームになってきたんやけど、めっちゃ面白くない。ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。リンクっていう名前がすごいと思ってて、ウェブページがこの世にないディスクシステムの時代に、磁気テープにログを記録してた時代にやで、パーソナルコンピューターのない時代にリンクという名前だったんですよ。すごいな本当に。クラウドもそうやけどね、 FF の。反射神経ないって6年経ってでも今、探しに行く、探しに行くよ。この大きな任天堂の作り出したバーチャル世界オープンワールド探しに行くよ僕。あ、誰、あーすごい、今のところ一番感動した。誰やこれ、こんな人の感じあったっけ。ゼルダって不思議な人ばっかが出てくるよね、ゼルダって確かね。これ全然ゲームしてないけど誰が見るやこんなもん。動画ごめんなさいね本当に。また僕のチャンネルあれやわ、長い動画を出すとあんま良くないんやってな、 YouTube 的に。 YouTube が悪いか、 YouTube が悪いかな、いつも言ってるように。でもソラヨルさんみたいな人がいるかもしれんでな、また出会いがあるかもしれん。それでも見てくれる人がいたら僕は続けていきたいと思います。よし、あ、手と手っていうところだけ読んだんやけど、その開発者のインタビューのところで、開発者に聞くっていうのが始まったと、さっきのブログに載ってるんですけども、そうか、手が全てって言ってて、そこの手でこの物をひっつけたりひっつけたりするっていうのも言ってましたよね、あの PV で。それはその能力が楽しみってやつですよね。これは悪魔のあれになってるな。気がつかれたようですねリンク殿。どうした。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。鳥か。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。
ハートが3個のままやな。ハートが3個のままやな。あ、これ一番くじであったわ。あれ俺一番くじのこと書いてないっけ、昨日の動画で。あ、ブログで。一番くじのコログって書くの忘れたかもしれん。朽ちたマスターソード、聖なる力が生る大魔の剣。ああ、はい、ポーチを開く。こんな感じなんや。おお、面白そうやな。やっぱちょっと浸ろっかな。これが一番くじのなんかいいラストショーっていうの、なんかそれやったね。なんで朽ちてるんかなと思ったんです。朽ちてるって読み方合ってる、あれ。そもそも。あれ、もう食べれるんや。はいはいはい、わかりました。最初から頑張っちゃう癖がありまして。あ、あ、これ切れるの嬉しいな。いつになっても嬉しいけど、6年ぶりに出るやろ。だ、俺いつも思うのがね、また6年待たなあかんのかと思ったら、俺あと何回死ぬまでにできるのかと思って、死ぬまでにあと3回ぐらいしかできない。いや、そんなことないよ、そんなことはないんやけど。でもなんかもっとその2ターン3ターンぐらいで2毛作3毛作でプロジェクトチーム作っていただけませんか、青沼さん。ちょっと滑舌悪いな。わかる？だからもう今開発しててくれませんか、次のゼルダ2毛作で3毛作で。さあ2年に1遍ぐらい出るやん。でもそれだと俺困るな。あ、でも困らん、そっちの方がいいもん、やっぱり仕事は。困るっていうのはその お金とか時間に。でもそんなのさ、お金とか時間はゲームに使うものにあると分かったわけじゃないですか、この6年で。だからやっぱたくさん出た方がいいなと思いますね。でもたくさん出ると楽しみ減るんかな、逆に。でも6年ってさ、オリンピック超えたりなんで、前の年こんな若かったんかっていうのも、もう2回出たらもう干支一周してますからね。まあいいわ、そんな話はいいんだよね。こんなこと言ったら他のゲームできんくなるもんな、そういえばな。な今マーク出た。何、おっと、飛びつく。こんな、どんなとこ登ろうとしてるやん。X が、もう謎解くの、もう謎解くの僕。 B ダッシュ、あ、 B ダッシュや。もう謎解くんかな。あ、ベリタスさんとした、あ、ベリタスさんやらんのかな、このゲーム。ベリタスさんとしたイットテイクス2、もう半年前だよね、あれ。早くない、半年経つの。あれを思い出した、この風景なんか。こんなとこ見てないと思うけど。あ、もうチュートリアルの画面一緒やな。ブレスオブザイルドもこうやってジャンプしな、登れん出口あったね。そこ覚えてるわ。ラボと結合したで覚えてるんや。ラボがその後出て、なんかラボで動かすなんかが追加配信されて、それで一回世界に戻ってきて。これ何回飛び込む、これ。ループしてる。飛び込むのもう何回練習する、これ。お、水の上なら。ほんと水も結構痛いって聞いたばっかりやけどね、最近。でも青沼さんもすごい飛んでたもんな、動画の中で。なんで入ってんの、宝箱に、これ。はい、うん、操作しやすいな。でも右左が俺逆なんかなと思ってきたけど、ちょっとやってみていい、ちょっとやってみていい、ごめんね。こういう本当にどうでもいい動画ですよ、すいません。あれ、できんかな、あれ、オプション出せんかな、なんで。まあいいや、オプション画面が変わってた、さっきの。出ちゃうの世界ピロリ、あ、なるぞ音楽、これいくぞ。ならんのかい、すごい壮大な世界だよっていう画面ならんのや、今回。飛び込むっていう概念なんや、これ。わ、そっか、空が、空よさん、
空が広がったんですよ今回。こんなもんいけるかな俺、ピクミン4までに。こんな世界探せるかな、 GPS ないのに。ゼルダこんなもん、こんなとこにいたんや俺。ここ登れるかな。ちょっとでも高いところからジャンプし、兄ならしたくなるよね、弟より。ほんで背中打つっていう、あのようやってたな、プールで。あ、プールやな、これプールやな。プールか、本当に。怖い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 。おお。はっ、なった。飛んでからなんや今回。飛んでからなるんや。そっか、ごめん。そっか、ごめんじゃない、引っかかったやんね。ちょうどよかった。任天堂の表したいことを僕は当てれなかったんでよかったやん。なんで、おお、びっくりした。パイロットウィングス的にあのリングをくぐらなあかんのかと思ったやん。そうか、そうね、ゼルダは総合ゲームって言ってましたから、パイロットウィングス要素もあってもいいと思うんです。あ、加速 R。 おお、こんだけで楽しめてるんかい、6歳年取っても。結局楽しいね、本当に楽しいね。楽しいけどこれ仕事やな、こっちも仕事やな、こんな広いの。広いの潜れるかな。そうね、ゼルダでさ、とあ、もう時岡がやっぱり僕の中ではね、人生に一番影響を与えたゲームやと思うんですけど、時岡で初めて看板、初めてじゃないかな、でも看板の上乗れたり切れたり水の中潜れたりしたんですよね。こういう外にポンって落ちれたっていうね、あれで僕はバイオとドラクエを超えたと思ってしまったんですけども、上なんか飛んでるな。超えたっつっても今逆に回ってきて、ドラクエと、なんつった最初、まあそれはそれで面白いというのも分かってきたんですよ僕。あ、そのね、一周して分かってきたんて、あれはあれでいいっていうのは。 FF 前で、 FF ももう15とかもうダメやなと思ってたやもん。でもう視聴者さんとも喧嘩になりましたそれね。こうか、ちょっと読んでないわけど、今はどんなゲームでもやっぱり面白いとこあるなって思えるように、ただ単に年取りました。それはただ単に年取っただけだと思います、それは。でもドラクエは世代やからね、ドラクエに嫉妬してリンクが、宮本さんがね、焼き餅焼いてリンゼルダが生まれてるんやったっけ確か。だからちょっと先に出されてるやんの、あの時。あの時って35年前やけどね、35年以上前か。これ飛べるの、ここ。こんなもん仕事やって、本当にこんなもん何しするの俺今から、これ本当に何するの俺今から、俺飛ぶ飛ぶこれ。いや、まだ飛ばん、まだ飛ばん、これはまだ飛ばんとこ。ちょっと待って、カメラアングルがね、僕逆なんじゃないかな、やっぱ。どうやって出せんくなってんって、あのさっきの画面が。あ、いいや、カメラアングルが反転なんか、僕ってどっちが反転なんか分からん。あれ、ボタン操作ややこしい、これ X で飛ぶのや。あ、もうこんな強そうな敵いるの。え、弱まってきた、傷つく、眠りについた、眠りについた、どういうこと、やばいやん、もう逃げよう。え、どういうこと、なんで、なんでマスターソードなの、しかも僕木の枝ですよ。木の枝なんかするやん、引けたからか。兵隊ゴーレムの角、これで、あ、こう横飛び、うん、オッケーオッケー。
空だけ。ああ、空しますね、ここ。お、怖い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 。ガーディアン怖かったな。ブレワイのガーディアン怖かったな。ブレワイなんて訳したことなかった。最近そんな訳し方してなかったよね、最近まで。6年間。6年前ってブレワイって言ってなかったよね。あれ、かわいいこいつ。やっぱり可愛いと思ったもん。え、スイッチくれるの？嬉しい。でもこれを置いてってしまってるところで本当にゼルダ助けたくなってきた。今使ってたなーって、ゼルダこれ大切に使ってたなーっていうところに、俺こんな喋り方してるけどさ、実はね結構愛情深いんやで俺。何？プルアパッド。ゼルダの姫が愛用してた冒険に役立つさまざまな機能を備えたアイテム。もう泣きそう、こういうの。大切なものに入ってきます。僕大切にします、こういうのは。うん、わかりました。オプションはどこなんじゃ。ゼルダ姫からリンク様へ確かにお渡ししましたと。最近なんや。時の庭。時の神殿。時のオカリナとにもあったっけ。うん。この時系列のことは全く分かってないですけど、時岡の後なんやね。だからおお、メインチャレンジ。あの斜めのスタイルのフォントがなんでこのゲームに合うんかなっていうのが今でも謎になってたから、本当に不思議やよね。その辺が音とかもなんか未来系になっちゃってるんですよね、ブレワイから。なのに合うんやってな、すごいな、すごい楽しいな。はあ、もう絶対楽しくなってきてるやん。楽しい。ああ、この右下のさ紫色のやつ、何かわからんままやっててさ、そのアンマンさんにさ、俺静かにこうやって歩くんですよって、これこうやって静かに歩かな、なんか砂漠の敵に出てきたもんね。それも教えてくれたのもさ、その方でした。覚えてる。気温もあるね。一緒や。この辺が一緒やで、ちょっとモチベーション少なかったのはあります。なんか最新作って全くガラッと変わるのゼルダっていつも。でもこれはもうほとんどブレワイと一緒な見た目やでさ、そこもあります。ただ先ほどから何回も言ってますように、一緒に冒険してくれる、探検してくれる視聴者さんがいるっていうのが全く違うんです。そこがいつもの僕より、あ、今までの僕と比べて。なんずっと一人で中古屋で買ってやってたんで、全然違うよ。ありがとうございます、本当に。そこに木があって登れたのはマリオ64からやしって、そうやって喋りながらもできるしさ、うん、ゴーレムなど同役員としてみて。え、どういうこと？分からんかった。さっきあっちから来たよな。あ、この間チュニックっていうゲームを9月ぐらいにやってるんですけど、去年の僕あの半年前ぐらいに、あれゼルダ風だったんですけど、あれ面白い、ゼルダ超えたとか言ってたんです、考古学的に。でもまあその再生リストも見てほしいけど、やっぱゼルダの方がもちろんすごいよね。もうこの時点でもうもちろんすごいですね。飛び込んでいく感じやな。でもどこにいて自分が高さがもう概念がわからん。今どこに自分がいるんか。勝てるかあんなもんに。おな、どこが目的地なんやろこれ。あ、取られた。ちょっとやんなかのかな。あ、違うな、さっき教えてくれたやん、横で出せって。その横が押せる元気が今んとこない。あ、そっか、ジャンプあったわ。ジャンプがあったかどうかも忘れてね俺。でも多分ブレワイの前までなかったよね。これだからジャンプしてキリあったやな。
そうかそうか。あ、壊、あ、壊しちゃった。壊れるっていうのもブレワイからか。見えづらい。早い。こうやな、こうやな。これ木の枝より棒の方が強いかな。まだ今からやで、え？敵じゃないんや、あれ、レアな鳥やったかな。広すぎる世界が。どこ行こう、そこ、とりあえずそこ行こうか。お、岩ロックじゃないこれ。お、あ、投げれる。すげえ、倒すぞあれ。よし。よしじゃねえって。そんなぐらいでクリアできたと思うんだよ。長い棒、あ、長い棒と何かを組み立てるとみたいなのやってたな PV でね。お、リンゴや。どうやって取れたっけ。ちょっと R で走りたくなっちゃうね。最近までインチャンテッドしてたから。あれ敵かこれ、仲間やな。え、焼く。ゴーレムなんやねこれも一応。あ、ゴーレムか、ゴブリンと間違えた。味分からんのよ。はい、ちょっとしたいですね。どうやってすんだ。焼き空だけ、うん、焼いた方が美味しいんですよね。で、どうやってすんの。手に持つ、手に持つ、これ、手に持つ、この2つ持った。そうか、そんなやったな。で、お、何この丸、奥って書いてある。あれちっちゃい字で奥やな。あれ焼けてきた。お、焼けて、こんな感じで焼けるんや。こんな感じで焼くんや。焼けてるか。焼きリンゴってならんのか、ならんのか。レシピとかもあったな。わあ、ここ行こっか。ここ行くまでにすっかセーブ。ちょっと待ってよ。今度は B で雑しないな。あれ、ジャンプが X か。まだ慣れてなくてごめんなさい。時の神殿来てる。お、ワイ。あったな。どうやってやるんだっけ。タイミングよくジャンプすると回避ジャストができる。へーへーって、あったっけ。あったな、ブレスオブザワイルドにも多分。盾を構える、盾取ったん今俺。へー、やった。おー、やった、剣や。あったな、技ってか、もうタイミングよく避けなあかんわ、あかんゲームやったわ、確か。確か違ったっけ。確かそうやったわ。だからさっきから感覚で覚えてたよね、僕の手も。僕の手もやっぱり、だからタイミングよく避けたから今発動したやもん。何、ごめん喋ってて。
僕の手が覚えてたんけど、左手は今四十肩です。すいません。開かない。失礼。鳥かな。鳥っぽいよね声が。先ほど話をした者、その右腕の元の持ち主ラウルです。全然鳥じゃなかった。ラウルラウルの手借りてるんや。ありがとうございます。ラウル、ライネルじゃないね、ラウルね。私にはもはや実体はなく、このような姿で。そうなんです、魂です、この世界は。だからそこがあって厄災を僕は封じ込めたい。だから地震すらも封じ込めたいって話をしたかったんです。さて、この扉は私の右手で開くはずなのだが、力が失われているよ。力が失われているようだ。聖なる光の満ちた空間なら、その手に力を取り戻すことができるはずだが。聖なる光の道と。そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。あのね、今日木曜日ですよね。昨日の水曜日のダウンタウン見た。あれで祠の概念誰も知らない説っていうのがあって、祠って言われても何が祠か言われたらそれ祠だと思ってしまうという祠の定義か。でも僕たちは知ってますよね。祠100個ぐらいクリアしてますから、ブレワイでって思いながらしてました。だからあれが祠ですね。いい感じやね今の話。よし、水曜日のダウンタウン誰も見てないってかテレビの話をしてるというおっさんテレビ2つだけ見てるんですよ、 TVer でですけど。ちゃんとおっさんじゃなくて、おっさんじゃなくてもいいよね、テレビで見たって。何の話やって、何の話や。ちょっとストーリーがね分からんわ。おお、おお、ゼルダを探して閉ざされた扉。ちょっとこれタイムして読もうかな。ちょっとね、動画的にタイムします。僕読むの遅いからね、ちょっと待ってね。さっき GPS ないのにって言ったけど、ここにちゃんと書いてあるんやね。これプルアパッドには地図が表示され、黄色い点が示されてる。ゼルダ姫は地図の示す場所にいるってことで、 GPS 持ってるやん、ゼルダもちゃんと。だから分かるわ、分かるわっつうのと、まずはここの祠の緑の、なんて書いてある、どこに書いてあったっけ、 あそこの右下に書いてあります。緑色の光が目印だって書いてありますんで、そちらを持って、ちょっと待って、それをどうやって見ていくの、どうやって見ていくの、あれ、あ、ちょっとまだ分からんな。こう設定するのかな。でマップ見て、うわー、ちょっとまだ慣れてないな。慣れるのにちょっと時間ください。ここを選びますと。何の写真か撮った、あの子が撮ってた。もうあの子と出会いたい、本当にあの子と出会いたい。よし、あの子のセーブデータは、写真のデータは残しておきたい派です。あの子の写真のデータは残しておきたい派です。あの緑色ですか、あの緑色ですか。カメラの速さもっと速くできんかなこれ。あ、痛いちょっと待って、これゼルダやりすぎるとさ、多分ああやって飛んでもやって、自分の家の階段をで痛いってなるんです。マリオの時もそうなんやけど、これですね、食べます。食べていい、食べた方がいいかな。あれ、これどうやってやる、こうやってやって X、 いやいやいや、とちょっと待って何やねん、猿みたいなことしてるやん。これでどうやって食べるん、これ、こっからしか食べれんのかな。これ食べれるかな。お、作れる料理を選ぶ。あ、焼き空竹、空竹焼き、なんで生、あの濁音入ったんやろ今。お、必要な素材を持つってできる。へえ、すごいね。焼くとこねえわ、危ねえ。な、矢打ってくる、矢打ってくるやん、あれ。ちょっと待ってくださいね、装備は。お、剣まであるやな。ちょっともったいないから、これでいこう。あれ、装備した俺、ほんと操作慣れてなくてごめん。うわ、何してんやった、どこにいる敵。勝てんぞ、長い棒欲しい、長い棒欲しい。危ない危ない。
あーもう矢もらえるやん。矢とかすっげえ重要なアイテムやったのに、もう矢持てるの？普通50時間ぐらいプレイしてんのもらえんかったら矢って弓矢って、そんなの覚えられっかな俺今から。ちょっと待って、矢どこにあるや。盾じゃなくてこれな、外す。あ、もう装備してることになるやん。ちょっと待ってな、ちょっとタイムしてきます。わかりました、わかりました。これですね、こうですね。もう使うんや。拾えたっけ、もう、まあ、ない、あ、拾えてるな。よし、こんで R がこれで、ほんとに操作わからなくてごめん。これが投げるっつのも懐かしい、思い出した。こうやな、はい、 OK、 OK か。めっちゃもうおっさんやわ。6年も経つともう動かせんぞこのゲーム。これなんやこれ、イットテイクスみたいになってるけど、僕どこ向かうの、この緑色のこれね。こんなとこどうやって行くんだろう、本当に。めっちゃ楽しい、目冴えてきてるやんけど、これ本当に。あかんあかん、あっ、もう大丈夫やったん今足。なんであれ飛んでまうかっていうと、僕これも体が手が覚えてて、なんかマントっていうか怪盗っていうか、あれをバッて広げられるんじゃないかと思ってるんですよ、どっかで。それまだ取ってないですもんね、まだ僕それ。それを絶対ありますもんね、このゲームにも。それはないのに飛んでんでるやん。そこを逆に覚えちゃってるん、クリアの情報で。クリア時点の記憶で。あ、やべ、これどうやって登るのこれ。うわ、あれどうやって取るの、あと。これはちょっと説明読んでなかったけど、しゃあない。撮影中やし。撮影中なのにさっきからいろんなこと喋ってますけれども。本当にエクスプロを探検してますよね。あれどうやって殴るんあれ、本当に。あ、ちゃうわ、どうやって殴るんじゃないわ。普通に壁登っていけるんや僕。そういえば僕壁は登れる人なんや。ネズミ返しみたいになければ。ネズミ返しって言ってたな6年前もな。危ね、取れるかなこれ。大丈夫か。よし、ああ面白くなってきたマジで。そうか、ここ壁行くゲームです。危ない、壁行くゲームですよね。そうかそうか、ウコウフォの祠、合ってるのこれ、来たところ合ってるよね。ちょっと待って、ウコウコ写真撮っとこう。僕動画をちゃんと出そうと思って、この6年前と違って一応このタイムスタンプは書こうと思ってな。写真撮ることによってそこを覚えとこう。あ、祠の出方全く覚えてないけど、前回のこれ、祠の出方前回よりいいね。当たり前かもしれんけど、進化してるね。この祠が100個あるんか。これは面白いぞ。でも無理やりクリアした祠って2、3個あったな、あの当時。もうクリアの仕方わからんくて、謎の。でも適当にしたらできたわ。バグなんかどうかわからんみたいなのようあったんやけど。あれ何してんのこれ。ロード時間か。そっか、Wii U はロード時間が長かったんや。長かったんや。確かね。でもこれは短そう。あ、こっからがゼルダやな。声でっけえ虹なのに。虹やで今も。滑舌悪いですか僕。あ。ここは、浜の祠。さっきウコウフォの祠って言ったよ。昔私が光の力を込めて、じゃあ封じた場所ですと。ここは光の力あふれる、その右腕に、失われた力を呼び起こせそうだ、うん、おー、こっから合体の技とか覚えていけるのか。わかりました。あれ、もうウルトラハンド手に入れたの？
ウルトラハンドって昔任天堂が出したおもちゃなんやったっけ、あれ、あれウルトラハンドじゃない、本当にウルトラハンドじゃないそれ。ちょっと画像を探してきます。はい、こちらになりますね。ウルトラハンド、ウルトラハンドは1966年に任天堂が発売した玩具であるってことで、やっぱりそうや、さすがに僕生まれてないです。僕でもね、僕でもこの年はまだ生まれてないです。この後ファミコン出してゼルダを出してスイッチまで来て、その手がここに出た。こういう豆知識も僕なりに入れていく動画にさせていただきますんで、ここちょっと写真を撮っとかせていただきます。ちょっと待って、これ覚えておきますんで。はい、じゃあウルトラハンド手に入れまして、離れた場所にあるものを掴んで動かすことができる。掴んだものは回転させたり他のものに装着することもできる。これ宮本さんじゃなくてしてたところですよ、青沼さんがね PV で。もうその能力手に入れられるの？他のものに接着することもできる。すごいな、ウルトラハンド。ちょっと待って、元のウルトラハンドのウィキペディアもう一回ちゃんと見てみますね。ちょっと待ってね。はい、ウルトラハンド、横井軍平だけ僕クリックした跡がありますけれども、宮本さんの前の天才、ゲームボーイ開発した人やったかな、です。あれ、ゲームボーイ開発した人やったっけ、横井軍平さんって。確かで、ウルトラシリーズも作ってて、ウルトラマシン、ウルトラスコープでは全然知らないですけども、あって、当時100万売れてればヒットと言われてたけども、100万台売れたってことで、みんな遠くのものを取りたかったやなっていうところがあります。うん、横井が会社の工作機械を作っておもちゃにしてたところを任天堂社長の山内さんが見つけた。3代目社長ですね、この方、広志さん、山内広志さんやったっけね。つまり、ああそっか、東京オリンピックのウルトラシーという言葉が流行ってたことが由来になっているってことですよね。これは面白いですね。だからその遊んでたのにいいよって、あんな怖いヤクザみたいな、このヤクザって言ったかなこの方がこのヤクザじゃないの全然、3代目社長がいいねって言ったっていうところが、もう本当にアップルを超えてますよね、当時から。そんでメイドインワリオシリーズとかにもめちゃめちゃ出てたで覚えてたやな僕。ありがとうございます。ムジラにも出てたよね。はい、じゃあティアーズオブキ、お、ちょっと待って、ティアーズオブキングダムもう書いてある。さすがやな、ウィキペディア。はい、なんていう雑談なんでしょうか。うん、物を自在に動かし組み合わせる力、その力を使えば、もう横井さんに見せてあげて、横井さんも亡くなられてしまってますから、うん、ねえ、自在にできるよってことですよ。100万本超えるかな、ゼルダもな。右手の能力を使うが、左手で押すんかい。ややこしいな、もう6年も経った年では。右手の能力を使うときは左手で押すやな。おお想像する力、同時に押したもんやで変なになってんだ。うわ、すげえ、左手の、じゃあ右手の、もう左手と間違えてるやん。 L の力を出してる時にこれで、おもっとパンタグラフ方式じゃないと、さっき書いてあったみたいな、電車のパン、なんて言うんだっけ、パン、なんて言うんだっけ、もう使うのこれ、どうやって使うの、でもこれあったよね前も、こういうこんなのは。あれは何でしてたことになってたんだっけ前回は。おお、ほう、自由度高い、もう謎解けた音だった。このね、このぐちゃぐちゃさが自由度高いですよね。このカチャンってはまらなくてもいいよっていうやつ、カチャンってはまらなくてもいいよってやつ、2回言います。ちょっと待って、あれ、ちょっと難しいね今回、これちょっと足りないね、ちょっと足りないねこれ。何が、こっち何、ちょっと待って、左縦を触って、もうほんと難しい操作ができんって俺このゲーム。あ、これとこれひっつけられない、ちょっと待って、どうやってひっつけられたっけ、どうやって、おっ、ひっついた、でかすぎる俺の声が、ちょっと待ってなんだ、今何が待ってっていうか、謎は頭は回転してるんですよ、手がもう動かんのよ、
四重肩、五重肩じゃ、誰が五重肩やね、四重肩やね、四重肩と LR のむちゃくちゃ作動でもうむちゃくちゃ乗ってねんて、ちょっと取れんと、取れんと、これこれどうやって取れんて、取り方教えて、R ぐちゃぐちゃってなってる、 R ぐちゃぐちゃ、あ、 R ぐちゃぐちゃで取るんや、うわすげえ、ちょっとひっついてた今、すげえすげえ、これ本当にすごい、俺 PV で見た時はただつくだけやんと思ったんやて、いやそうじゃない、今押したら倒れると思ったら本当に押したむせた、あのね、なんで今むせたかっていうと、すげえって言おうとしてんて、あのね、録音の時にここの水入、ここの水入れるんかなと思ったら入れた時に本当に感動したんやて、今じゃ当たり前かもしれない、今のゲームやったら、でもこれひっつくかなと思って、なんだ、倒れるかなと思ったら倒れた、それは普通か、なんでもない、もう他のゲームやってないから僕が驚いてるだけ、いや弓矢を構えちゃってるからね、もう右手を使おうと思って、左手やで、左手で掴んでここに接着やで、ここで接着やね、接着どうやってすんの、こうなって回転流し、おお、これで、おおおお、ちょ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 、こうやな、うわ早い、なんで45度ずつ、何度ずつなってる今、リセットまであるよ、すごいんやけど、ちょどうやって引っ付けられたっけ、ほんでごめんねごめんね、本当にわからんで、やり方カメラグルも今逆やったやろ、今逆が正しいんかどうかもわからんかった、これどうやって引っ付け、あ、つけるええボタン、あった、あ、ついた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 、そっかそっか、出るんか、つくとけちゃん、こうしてこうして、で、何やったっけ、回転どうやってせんだっけ、あれ回転モードにならん、あ、これかめっちゃ操作難しい、どうしよう、俺マインクラフトとかできんわ、これ、こう、ちょっとほんとできないけど、これもうちょっと高くしたいんやけど、こうしてこう、こうか、え、6つ操作がむずい、うん、さっきより音良くなった今、ああもう壊れそうね、音乗れるんかな、これ乗れんな、乗れる、乗れそうやな、え、なにこれ、なにこれ、あ、これなんや、盾を片付けてる、え、すげえ、なになになに、これを、これやな、どう考えても、これをここにひっつくやな、つき方がもう、あの下打ちが出ちゃってるやな、あのハジプロのレンジみたいな難しさがあるね、なんやこれ、ちょっと操作が難しくて、このこの動画これね、解除したい、解除してこれ取って、これをもう一回これで持って、これで掴んで上持ってって、回転モードにしてこうすん、おお、うまい、うまいな、本人か、てて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 、なんでならんの、え、なんでならんの今の、てて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 てんやろ、どう考えても今の、これなんやと、あ、なんか見えたぞ今上に、俺今テレビの上に自分の顔やったんやけど、この久しぶりだよそんなになったの、これなんやって、ちょっと待てよ、めっちゃむずいぞ、掴んだ、え、どうなってるこれ、ちょっと待ってくれよ、もったいないな、取るの、もったいないけど取るぞ、これ取ってこっちにひっつけるか、ひっつかんか、これ一面か、これ本当に一面っていう言い方が古いわ、
なんかここにこうかけたいな。かけたくない、こうやってかかった、かかったよ。おおおおおいおおい、ちょっと待って、ちょっと待って、乗ってきたよそれの乗っていきたかったそれに。なんでそっち、やばいやばい、リセット押さなかのじゃない。リセットっていう言い方も古いわ、リセットっていう言い方も古いわ。俺滑舌悪いな、やっぱ。なんで構えたんや、昨日昨日ちょっと本当に1メガの時計見ないけどな、そう乗れるんやこれ。ちょっと本当にわからん、どうすんのこれ。誰誰、さっきの人誰、なんで出てこんの。もう教えてくる、もうちょっと説明足り、最近のゲーム簡単やなって言ってたけど、簡単じゃねえぞ最近のゲーム全然。これにひっつけなかんや、これにひっつけなかんやろ。上のちょっと待って、上のヒント見よう。上のあれになんか出てたんや、さっき上にここにあったんって、あれに、ほら、あ、ああなるんや、あれを見とかなかんやん。これ取ったぞ、よし、これで取ったぞって。ちゃんとこのこの中のスイッチで取りなさいよ、ブレスなんと、なんていうアイテムか忘れ、パッドで。え、今のと同じ、ちょ待って、もう一回見よう。うん、ほーん、だからこのごめんね、すごい時間かかるよ僕これ。こうやろう、これだからここに置いとくと、一旦。ほんでこれをここをこうすると、こうするとこうする、こうするね、こうするよ。でもうちょっと上、つけんつけん、またつけん、こうここ、ここ真ん中、あ、真ん中のマーク出てた今でほんでほんで、これめっちゃむずいな、一面から。一面っていう言い方せんって、最近のゲームちょっと面白いわこれ、ほんとに面白いわ、ごめん。ピクミンまで楽しめるかもしれん、ほんとに。ほやな、ほんで R を押して、こむち、こやな、あーむち、ちょっと待って、これ本当にむずない？どこ持つのが正しいんやろ？なんで木の棒たまに出すんやろ俺。右手の能力やでやって。あ、何今の、今の A。あ、長押しできるんやこれ。ちょっと待って。やってみや、じゃあ。めっちゃむずいやり方、本当に。こうやな。こうやな。こうや、こうや、こうや。カメラ逆かな今の、また聞い出した。よしよしよし、もうクリアしたみたいになってるわ。ねえ、これ1本目でして危ねえ、これ1個どこ、本当は2個つけるんじゃないか、あれ、安全のために、安全のためにあかん、こんな面白いんやゼルダって、やばい。これブレスオブザワイルドやってんのにこの面白さあるんや、すげえやけど。ほんと達成感すごくて、今手汗オーバークックよりぶりに書いてるし、なんて書いてある、試し邪を払う光を持って今あなたを照らさん、嬉しい、すごい嬉しい、もう本当にこれでクリアしたぐらい嬉しい。本当に面白いぞこれ。どうしよう、寝れんぞ今日俺は、2時やで今もう。やっぱピアノがいい感じになってる、音が変わって、うん、何これ、これはもう持ったままなんかな、回復したと。でおっちゃん出てくるか、あ、おっちゃんじゃなくて、あのさっきの鳥さん、そなたの力をとなるであろう、ありがとう、本当にありがとうございます。これ100個いけるか俺、もう左手痛いでな、僕の左手は痛いでな、右手はすごいけど、これの
バーチャルとリアルの話です。おー、バーチャルとリアルの話です。お、ちょっと字が見えんな。祠の踏破、お見事だった。その調子であと2つほど祠を回れば時の神殿は扉を開くことになりそうだ、ことができそうだ。あと2つか、うん、遠くの見渡し、見つけた祠に目印をつければ遠くを見渡しか、迷わずたどり着けるだろう。プルアパッドの望遠鏡を使うといい。はい、もう面白いな。これブレスオブザワイルド、ファイルド2って言ってもいいね。望遠鏡ね。おお、これね、これで、ああ下のマークあったなあれ。で、どこにある緑色のマーク、緑色。どこに祠あるんやろ。あれか、これやな。これ最初からできたっけ、前も。え、ちょっと待って。お、これでみんな見えんのや、それ。この画面でも見えててほしいんやけど。そんなことないか、世界やで、そこは世界やで、そこは。え、これ動画どうしよっかな。一回ここで終わるか、1時間で終わるか、それとも2個の祠行くか、ちょっとタイムして考えよう。よし、一旦ここで終わるわ。ちょっと雑談多すぎるで、次の動画で2つ祠クリアしよっかな。前どうやってやってたんかな。3時間適当にバーって言ってた、あの時は雑に扱ってたでな、僕いろんなもの。はい、ほんならここで一遍切り上げますね。今日はウルトラハンドの勉強でした。ということで、失礼いたします。こんな喋りじゃなかったね、6年前。お、タツいるな、あそこに。いや、でもしばらくはまれそうです。失礼します。ピクミン3も同時に並行して頑張ります。